10月1日道の駅ミショーミックで久万高原の魅力発信フェアが開催されました。愛南町と久万高原町は地域の魅力を PR しようとそれぞれのコラボフェアを行っていて、今年で4回目の開催となりました。7月には久万高原町で愛南町フェアが開催、愛南の海の幸が販売され大好評だったようです。今回は愛南町で久万高原のリンゴや梨、ブドウやトマトなど多くの山の幸が販売されました。特に梨は大人気であっという間に完売となり、清流米や大根なども好評で、売り場には久万高原町のゆるキャラユリボーも登場し、たくさんのにぎわいを見せていました。